ボンベースカちゃん、よん。はい、おはようございます。2022年1月8日8時54分です。はい、おはようございます。土曜日ゴミの日で、昨日4時半ぐらい、朝4時半ぐらいに寝て8時20分に起きてゴミを出したんですよ。そしたらカラス賢いから、カラスがさいるからずっとこう待ってて、ゴミ来るまで待ってたら起きちゃったよね。もう一回寝ようと思ったけど、なのでまあそういう時がチャンス、旬なので、チャンスというのはね、いつも動いてますから、途中まで掘ってた穴もう掘れないと思いますけど、どうなっているのか見に行きたいと思います。はい、北海道の人はほとんどの人はそんなことはやらないでしょうが、やってみます。自分を見ないように映してるってことはこうか。はい、寒いかな。でもこれ薄着で行かないと、やっけ来た時に暑いんだよね。はい、じゃあ行ってみましょう。ちなみに今の気温はどれぐらいかな。今日そんな寒くないと思うんだけどな。あれ、天気がさ、皆さん除雪で頑張ってますね。何度ですか。あ、でも寒いのか。マイナス5度だ。マイナス5度でしたね。そんなに寒さは感じませんでしたね、私は。寝起きだからか、太陽が暖かかったからか。はい、お隣の方は除雪をされてますが、私は穴を掘ってみましょう。昨日3時半くらいがやっぱり上のお部屋から映す結晶が綺麗だけど、写真しか写してない。よっ、やっぱ写真の方が綺麗に残るんでね。はい、おはようございます。すっかり寒いお部屋、もうこの部屋入ると土の匂いが、あー、よいしょ、新年明けましておめでとうございます皆さん。あそこにある土がね、土の匂いが部屋まで入ってきますね。寒いかな、カメラってどれぐらい持つのかな、わかんないよね。やったことないっていうことはわかんないんで、それはやるしかないっていうことなんですね。そういうことなんです。この私もまだやってないことがたくさんあります。例えば恋愛とか。そう、今日1月8日アートセックスオープンいたしました。オープンいたしましたが、だからホームページを作ってたの朝まで。どうしようかなって、かなりちょっと難しいじゃない、皆さんからすれば。でも学ぶ気がある人じゃないとさ、あとやっぱりほら、女子にとっていい男性を作るっていうところがメインだから、だからあのお気軽にご利用いただけるオイルエステ、メンズエステではございませんって書いて、あのお見合いするような、初めてデートするような時の服装で来てくださいとかさ本来さ、おしゃれって自分をこうよく見せようって思う人もいるけど、相手のためだからさ、そういう心構えからできる人で、なんやかんやこう10分なんとか、10分会話大事だし、会話10分なんとかって言っても最低アートセックスの時間は105分は必要ですね。結局その名前にセックスって書いてありますけど、そういう行為ではないし、風俗でもなく、まあレッスンするとこなんですけどね。それプラスエステの時間。まあでもまあしょうがないよな、あんまり。でもやっぱりほら、普段着とかさ、作業着着てもさ、やっぱりこうなんていうの、恋愛のレッスンにはならないからさ、やっぱりこうある服の中でもちょっとおしゃれして緊張してもらってこないとね、学ぶというさ。でもあんまり高くしちゃうとあれでしょうし、
あんま安くてもあれだから、まあ、モニター期間っていう感じでするしかないよね。で最初は自分の名前は出さないんですけど、出すと高くなっちゃうよね。そういう意味ではと悩みながら朝の4時半ぐらいのかかりました。はい、片や田舎暮らし節約生活をしていると、人間には360度可能性があり、だいたいさ、セレブの人はセレブの世界しかやらないじゃない。でちょっとこう貧乏チックな人は貧乏しかやらないじゃない。これ両方やるタイプなんだよね、360度。だからだってその方が楽しくない？同じ、まあ魂は知らなくても今世では一応この体では、まあそれでもクローンとかでね変わっていく可能性はあって、あ、そうそう、野菜とかさ土入れたいと思ってももうさ硬くて、土が硬くて野菜もこのまま冷凍されちゃう、冷凍っていうかこのままキープだねきっとね。あ、でも今日土やるのくらいやれないでしょ、どうかな。すでに見えますか、すでに部屋に入れた土もほらカチカチだからね、すごいね。それから板取さん顔カチコチですね、動きません、あ動いた、これだと思うんですけどちょっと黄色っぽい。よし、じゃあ新年初、まあお隣さんとか地元の人はこんな雪の時にあの人おかしいんじゃないって思うと思いますけど、はい、おかしいことをするのがまあアーティストって言っても過言ではないですね。はい、では行ってみましょう。あら、あ、お庭さん、お庭さんというか、よ、はい、明けましておめでとうございます。本年も、あ、土よろしくお願いします。雪に、お、雪がさっとありましたね。おお、おお、あ、寒くないからやっぱ大丈夫だ。この天気が、あ、足跡をつけたくないけど、昔何でしたっけ、あ、野麦峠かな、綺麗な雪山に足跡をこうつけていく名台詞忘れちゃった。あ、このままずっと綺麗なままにしておきたかった、足跡なんてつけずに綺麗にしておきたかったっていうようなセリフがあったと思うんですけども、すごいすごいです足が。お、行きますよ。おー、これぐらい雪、これまた、あ、そういう感じなんですけど、私も写真先に撮ればよかったけど体1個しかないから無理じゃん。山が上がってます。あそこに鎌倉穴を掘りたいんですけどね、お水をやりながらじゃないと無理ですよね。ちょっとやってみましょうかね、許可は得てますので。よいしょ、見てば、じゃあこれね、いくよ、よ、これぐらい、お、わかんないよね、これは体験してみないとね。三脚とシャベルを片手に、よ、はい、おはようございます。お天道様、太陽のことを昔は何だっけ、おテントさん、なんだっけな、この間聞いたんだけどな、忘れちゃいました。はい、行きます、よいしょっと、お、楽しい、お、よし、はい、目指せばあそこ、あそこです。そういえばあの Facebook フレンドの方が紋別近郊ご出身なんですけど、そのご実家から竪穴式縄文のなんかお家がなんか10軒ぐらい見つかったって新聞にあったって言ってた。はい、ちょっとうっすらとありますね、ここに掘ってたんですねきっとね。さあどのようになってますでしょうか。ちょっと三脚、おお、
この下はさらに三脚足広げようか。よいしょと。よっ。さあどうでしょうか。あ、これ反対側につけちゃったのか。反対側にしてるからね。ってことはこう反対にすればいいってこと？あ、反対じゃダメか。あ、しょうがないです。ちょっとこれはつける方向を間違えてしまいました。でもやだね。絵的にやだよね。撮ります。軌道修正は。軌道修正は気づいた時にすれば軽症なわけよ。ね、でこれで反対側向くでしょ。よいしょと。はい。ここですね。はい。自分の顔は見えませんが、ここら辺なら映るかな。行ってみたいと思います。今もうすでに10分ぐらいだから、よっ、おー、すごいすごいぞ。ここですね、きっと。こっちから来ましょう。シャベルがまず、触ってみようかな。おお、ふかふか、ほらふかふか、ふわ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 。これどうなってんだろう。後ろ、あ、ちょっと、あ、ほら、ここに敷いてるやつが。もうすでに暑いんですけど、私。太陽の力ってすごいな。そうね、そうね、これ。お、出てきた。あ、なんかやばい。ほら。このまま釣れるんじゃない？無理か、重いか。無理だ。映ってる？穴かな。雪も重いもんですね。よ、あれ。よ、あ、暑い。踏み当て暑いでしょ。でも下ろすとこないよね。ほら。予定だったら1メートル穴が掘られて、その下に野菜かなんか置いてこうかけておく予定でしたけど、ちょっとそこまではできませんですね。私穴に、あ、ここも、あ、こういう穴に、あ、いたいたいた、なんかしたな私。覚えてるな。見えてる？引き熱っ。ああ、熱っ。もっと引かないとダメ。ここ穴にもしかして私は今入っていた可能性ありますね。よいしょ。こんなもんですか。よし。あそこにバタンってね、やりたいけど、お楽しみはまた次だね。ほら、あ、ここが板を入れた記憶があるから、ここがすでに、あ、板、すでにあれだったの、穴だったの。ほら、あ、そうだ。わかんない。重みで壊れてしまったけど、
今度は曲がってしまいました。うー、太陽さん、あったかいね。すごいね。重みで、雪の重みで割れてます。太陽さん、おはよう。今日も一日よろしく。地球で暮らしてる僕ら、愛愛愛仲間だよ。動かないもんね。さあ、どこから、とりあえず、あ、凍ってる？これ今度土だ、土。どこが穴？土だね。わかんない。ここが穴でしょ。ここ穴じゃないの。穴が、あ、よし。ちょっとでも穴が残るから。めちゃくちゃ楽しいよね。よ、紋別祭りもここに流氷の絵を描きに来た村瀬さんっていう人が企画を持ってったの。最初は流氷が来ると漁が出れなくなるから厄介がられてたんだけど、今となってはね名物だけど、そこで流氷もほら来たり来なかったりするじゃん、いっぱいで。ちょっとしか来ないときに、チェッ、こんなちっちゃな流氷でとか言うから来なくなってって、今ほとんど紋別は来ないんじゃない？網走はいっぱい来て上にこう乗れるような感じだから、どんなに小さくても来てくれてありがとう、あなたが来てくれたから流氷祭りができるのよって感謝しないとね。そういう心を育まないとっていうことです。まだ開けてないけど、昨日のね、別の自立成長大人塾で撮ったんだけど、歩きながら。災害がないっていうことは、助け合う気持ちが生まれないわけですよ。災害があったところっていうのは、助け合って、ねえ、この人あんま好きじゃないなと思う人でも、あ、よかったわね、生きててとかさ、そういうことができてなかったんだなっていう。だから災害がないイコール、良い部分も悪い部分もあるんですよ。だから裏を返せば、災害は決して悪いことだけではなく、コロナ騒動とかもね、決して悪い側面だけではない、両方あるということですね。まあだから、とにかくアーティストはもう最高ですよ。もう氷の結晶なんてすごいもん。知り合いのカメラマンに連絡しようと思ったりもするんですけどね。めっちゃすごい、素晴らしい。さあ、どうでしょうか。お、あ、動くけど。あとね、本当はね、流氷祭りどこまで今年やるかわかんないけど、氷をね、こう彫刻するやつがあるの。誰でも参加できるかな、確か。参加費5万ぐらい払う。あれ、どっちだっけな、払うのかな。そういうのとかね、アーティストにとっては紋別は最高ですよ。よいしょ、あ、棒が出てきました。すのこ捨てようと思ってて、あの前のステージにしてた。お、よいしょ、あ、これだ。よし、できると思う。じゃんじゃんじゃん。おー、あの出てきた。おー、ほら、よかった。もうここまでにしとこう。いいとこでやめないとは。ちょっと、ここ、穴、これだけ。
しますか。よいしょ。今落っこっちゃったけど。ほら。よっ。はい、無事に穴はご健在でした。わかるかな。よいしょ。はあ。でもね、こっちの雪は雪合戦できる、湿ってないからさ、雪合戦できないんだよね。はい、穴でーす。はい。もうこれの30センチぐらいしか掘れなかったんだよ。はあ、まあでも穴が残ってたっていうことで、21分なのでこれぐらいにしたいと思います。はあ、いやいやいや、あ、すごい、これ本当は石油が入ってるタンク、もうちょっとこれ使えないので春になったら動かしてもらうと思います。今日天気いいから旗出そうかな、隣ね。風があると飛んでっちゃうからと思って。ここだって本当になんか絵描けるよね。そういうアーティストの方いらっしゃったら募集中。もう全部これ周り絵描きたいもん。はい。でペンキとか塗れる、ペンキっていうかで絵描きたいからペンキはいいんだけど、屋根のなんかとあの塗装できる人とか、和室の部屋は漆喰を塗りたかったり、あとお風呂場の前のところは床取って張り替えたりしたいんで、そんなことができる人募集してます。春ね、まあウーフーで募集してもいいかなと思うんですけど。ということで1月8日紋別母ちゃんでした。ごきげんよう。 Have a nice weekend。 ありがとうございます。すべての存在、思い出たち。